こんばんは、神田和です。先生、すごいお化けみたいな。お化けみたいだね。まあ、いっか。時の庭さんでございます。そうです、ただいま草津にいます。そう、ご褒美の日というわけで、友達を連れてきていいとマネージャーさんが言ってましたので、そうですね、連れてきました。どうぞ。おかまちゃんです。おかまちゃん連れてきました。どうも、連れてこられました。これ、どんな3人組を泊まれてるんでしょうね。おかまカップルに女1人、まあ、気をつけてください。おかまちゃんを連れてきたわけですから、私。しかもね、撮影時期的にもね、なかなか部屋が空いてなくて、はい、先生、今回お部屋1人部屋、はい、僕とおかまちゃんはですね、一緒の部屋なんですよ。今日はお楽しみください。俺、今夜死ぬよ、わしらの。優しくするよ。優しくするじゃないわ。いや、本当に、本当にね、外観がすごい。すんごい綺麗、ここ。すごい綺麗。これ、わかりますかね。木も映してる。そうそう、あっちもあっちも。夜だからね。すごい綺麗で。こう、あるわけですね。ということで、先生。早速。レッツゴー。先生のお部屋ですよ。あらば、はぁ、アウターで、ね、寝転がるのあんま好きじゃないからすごいすごいね、これダブルです。絶対カップル向けでしょ、これあの、先生、もうこの部屋しか空いてなかったです。何、嘘でしょ。え、でも開かない鍵鍵やば、鍵すごい、綺麗だよ。こっち、扉あるよ。え、いいの、これ、ね、大丈夫、みんな刺激強いよ。ねえ、やば、ねえ、寂しいじゃんかよ。一人、先生、ここ一人です。近いな。というわけで、私はこちらのお部屋でご飯がね、8時からでしょ。あと10分しかないので、行きますよ、ご飯へ。グー、あの、何もなく言うなよ。何も追いつかなかった今。どうしよう。すごい。え、ちょっと待って、何この絵。というわけで、乾杯。乾杯。うまい。うまい。うまい。いただきます。いただきます。あー、これうまいわ。もっ、うん、もっ、もう。これもね、10万人で見てくれてる人たちもね、おかげなんですよ。本当にありがとうございます。クガズってさ、遊ぶところとかって少ないんだよね。ゲーセン。こういうのマジ好き。あ、あ、まっ、どうだい、写真了解。熟年カップルか。3人とも仕事が忙しいわけじゃないですか。忙しいって言葉はやめようぜ。仕事が充実してるじゃないですか。正解。ちょっと待ってね、久々にやめようぜ。すいません、ちょっとカメラ目線でいただきます。そう、はい、だぜ。このわけのわかんない3人でね、ご飯食べて、おいしいお酒飲んで、まあ、してっからね、恋人がいつまでたってもできないのかもしれないわけですよ、うん、欲しいの？そこ？正直そんなに？本音トークみたいな。めんどくさい。なんかちょうど昨日女の友達と話したのが、なんかその子がなんかどこで何してるかをお互いに聞き合うって。あ、重いやつだ。ねえ、本当にめんどくさって思って。重い、それは。そんな監視されるなら恋人いらなくないっつって言っちゃう。だってそうよね、先生なんてさ、変な話じゃ、うん、例えば今仮に彼氏がいて、うん、何やってるのって言ったら、うん、おかまちゃんとヒゲのマネージャーとしてが温泉行くで、それをさ、もう言うのめんどくさいから、仕事でちょっと地方行ってるよって言うとするじゃないですか。そこで、え、誰ととか言ってきたとしてもめんどくさいし、まあもうアウトだよね。アウトってなると、
面倒くさい、うん、一般人同士でも私は今どこで誰と何してるみたいな Go what みたいなあるじゃないですか。 Go W みたいな。あー When what how じゃあ多分ね向いてないんだよね恋愛に。考えが多少男性だよねやっぱね。そこら辺なのかな。いやそこは言ってないんだけど、うんうん、自分から言っちゃって自虐だね。まあそうですね胸もないし、うん、いや否認それは違うけどイエーイ恋愛だってしたいと思いますか。僕はしたいですよ、うん、してるもんね、うん、でも今日は別に言うそこはちょっとまあその間その間大人の関係なので、ね、うんあマッサージマッサージやってあげるよとっておきのサプライズで呼んだから本当はね、そう、一人身の彼氏いない可愛い子でも連れてきてあげようかなって思ったんですけど、あ、女の子と二人とテンパってあんまうまく話せないかもしれない可愛い子でしょ、うん、普通の時だよでしょ。いや普通の時もないけど、別になんでないっていうないよ、ないよ紹介する側も責任があるんだよ。おいおいあ、ごめんごめん、そういうほら好きなタイプは体が細い人太い人大きい人、うん、ボカチムチガチムチでしょ目の前にいるのはヒゲヅラそれで一人分こちらでーす。やばくないトマト入れ人焼いたら食べれるんじゃない。いい大人なんで自分で食べてください。冷たお肉焼けてきたよ。お肉焼けてるよ。お肉焼けてますかお姉さん。お肉焼けてるよ。玉ねぎはもうちょっと待ってね。シシトウどうですかお姉さん。シシトウはね辛いかね甘いかちょっと怖いからね焼いてるからね。お肉どうですか。お肉はもうちょっとで焼いてる。トマトはどうですか。トマトは放置お酒足りてますか。あ足りてないじゃないですか。だしハイボールお、うん、何これうまっ超うまい。これ初めてじゃない、うん、こんなの初めてってやつ先生ラブラにシュッチ入ってきた。あっナスがあんま焼けてない。ナスったとかしか言えない。よし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 ハンマー持ってきてください。よし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 一回手ここに置こうとか陽気になったのお酒の席は楽しいじゃないですか。でもダマ暗いところってあんまないよね。家にいる時だけネクラちょっと会うとイエーイってなれるけどでも一人の時間はないと嫌なの。あ、それはだけどそうだよ、うんうん、だからその動画のねこのビデオカメラしっかり生配信のボタンを押す時にちゃんとスイッチを入れないといけないんだけど忘れちゃう時がすごい多い。あれもう生活の一部になっちゃってる。生活の一部になっちゃってる。だから最初の頃の動画とか見れないんですよ。気持ち悪い。ちょっとアヒル節になってるし、はい、そうベリッコして気を抜きすぎるとオフのまんま撮っちゃう。けどダマオフ外にいる時は絶対オフになんない。そうだね。だってうちとか来てくれてもすごいなんかまあ確かにショックなこととかさ、うん、嫌なことあってもさ笑ってケロッと最後帰っててくれるからさ、私はだから一緒にまあ接客をさせてもらってるけどこっちが元気をもらうんだよね来ると。それはすごい思う。寂しくなると私は家から出て友達とご飯行く。ああ。みたいな感じ。わかります。だから先生は陰キャラ陽キャラだとしたら陽キャラなの。うん、そうなの。俺根っからの陰キャラだから、例えばまあ分かりやすく言うとバーベキューやるとか理解できない。なんで。え、なんか一日人と話さない日あるとするじゃないですか、うん、不安になって夜ご飯行くの。うん、全然平気、うん、めっちゃ首振るじゃん。そうなってらもうより人と会いたくなる、うん、マジ。だお店が休みの日に一番のシェフが一人で L サイズの宅配ピザを一人で食べたからそうすごい体に悪いよいいぞいいぞ生きて応募してるといいぞいいよ全然邪魔しないから話し続けてて。でだから先生そうそこそこ陽キャラなのよ。そこが共感できないってことは陽キャラなんだよ。そうなんだ。陰キャラじゃない。じゃあネクラじゃないかもしれない。全然違う。え、じゃあ一日人と喋んなくても平気ってこと。マジ。うん大丈夫。絶対無理だ。電話とかしちゃうもん。全く一人が楽一番落ち着く。うん、なるほどね。何を何の会話だよ。アラサーさんだぞ、ね、あ、このシシトウ当たり辛くない、うん、そのミニトマトはどうでした。当たりでした。今んとこね、多分外れ一回焼こう。一人の時間をくれない人は嫌い。一緒に住んでて一緒にいて、僕だから 2LDK じゃないと無理です。
え、1L でも無理です。無理です、絶対無理。無理。え、ソファーで寝る人とベッドで寝る人がたまにできるのはダメなの？絶対無理です。絶対無理です。絶対無理。寝るとこは絶対別がいいってこと？いや、自分の、うん、なんかプライベートそう、あの、なんか、こういう自分が一人でちゃん、で5分以上できるところなんですよ、うん、それを許してくれる人がいい。いや、それを人に見られたくもないの。プラス、人がいる気配が欲しくない。もうちょっと分かんないけど、うん、俺もう本当にもう変な向きで俺もう超と思ってその同じ空間にいて漫画を読む人とテレビを見る人とかのレベルじゃないってことでしょ。じゃない。うーん、まあこれ他人に見せる自分は自分のありたい自分でいたいんです。あ、すごいわかる。自分の弱い部分は誰にも見せたくない。うん、うん、お前こそ話してるだから先生がこうやって YouTube で自分の弱いところとか本音出せてるとこは僕は絶対無理です。すごいなと思う。なんか自分が良ければ全てよし。結構自己中っけ。なんか言ったら単純で終わるかやっぱ言えるよね。次がそば。いや、その前にね先生ね、天ぷら。山菜の天ぷらなんて最高だ。最高。あれだって小さい頃じいちゃんが山菜取ってきてくれてそれをばあちゃんが開けて食べてたの。じいちゃんが取ってばあちゃんが開けてるのね。なんかあれな、桃太郎みたいな、うん、でそんなじいちゃんは、うん、竹馬。あ、そのじいちゃんが作ってくれた竹馬でずっと遊んでた。へえ、なんか素敵ね。そうなんだね。時々素敵な話をしないとさ。ほら大好物いらねえ。トマトもう大丈夫。いらない。本当にいらない。いや、だって焼いてたの先生。焼いてあげてるんだよ。食べたいでしょ。ごめんね。誰に誰に初耳なの。焼いてあげてるんだよって。二人とも音がどないから優先的に食べたい人どうぞっていう。いや、でも、やっぱ一人。え、いいよ、私食べるよ。あ、じゃあ、どうぞ。あ、じゃあ、どうぞ。わー。あ、足裏休息シートが見えちゃいましたが、さっきご飯をみんなで食べまして、温泉にゆっくり浸かってちょっと酔いを覚ましたところであります。まあ、生ラジオではね、生ラジオって私が毎週火曜日に上げてる一個の企画があるんですけれども、それでは、ちょっとは触れてるのかな、この間なんですけれども、うるさい。ですね、 YouTube を始めて3月1日で2017年3月1日から YouTube を始めたわけなんですけれども、1年が経ち、で1年以内に登録者数10万人という目標を、まあ無理だろうなあははっていう笑いながらの感じでマネージャーさんと目標を立てて、やりました。結果、10万人3月1日までに突破し、まあ、目標達成ということで今回温泉に来ているんですけれども、正直他のね YouTuber さんのこととかも何も分かんないし、言ったらテレビの番組とかお笑いのねコントとかを YouTube で見るっていうのが私の中でね、そう野球のコーチンプレーとかっていうので使ってたコンテンツに自分がタレント活動の一つとして、まあ、マネージャーさんが男がいないからじゃあ女子力上げなさいっていうきっかけで毎日料理をして動画を上げ出したのが、まあ、きっかけなんだけれども、まあ気づいたらこうやって多くの方が見てくださってて、気づいたら自分の好きな分野もちょいちょい上げて、でそれに対して言葉をいただいて嬉しかったり悲しかったりもちょいちょいありますが、でもこうやって続けてこられたのは本当に、見てくださってる方たちのおかげです、いつもありがとうございます。正直辛い時もありまして、そういう時は友達とかに支えられて乗り越えてきたんですけれども、でも何よりも嬉しかったのが9月にトークショーをやって、で今まで会ったことない人たちがこの動画のコンテンツきっかけで自分の元に来てくれて、
テナン式の2代目としては5年前からやってますが、無力なのが分かってたし、私は軟式グローブが好きだからオーディションを受けたっていう、まあ面白半分興味本位、まあ、なんかそういうノリで受けた部分もあったけど、実際自分が2代目小池になってからはどうやったらまた軟式は盛り上がるんだろうってすごい考えながらやってたけど、やっぱり自分自身の力が足りなくってっていう部分もすごい感じてたけど、こうやって10万人って突破したところで、あ、なんか少しは自分もパークと並べるようになってきたかなっていうところも、なんかこう自信につながってきたというかっていう部分もあります。で、OL の方の仕事もね、この1年毎日同じ仕事なわけじゃないので、正直そっちもしんどい時もあったし、なんか途中でぶっちゃけ心折れそうになった時もあったし、その普段の生活の中にあのね動画が入ってきたことで自分の時間がなくなるってすごい虚しくなったところもあったけど、でも動画でありのままでいっちゃえば別に日常を切り取った一部でやっていけば続けられるかって割り切って、でもそれでやっちゃうと私は普段冷たいって言われるからね、それじゃあ傷つけちゃうんだなとか、いろいろ自分の中で迷いもあったりとかの中で、でもやっぱ楽しみにしてますっつって、で2月にやったダマチョコイベントでも3日間400人くらいかな来てくれて、すごい嬉しくて、うん、なんかいろいろ本当にぶっちゃけ疲れたって時もあったけど、でもそれ以上になんか嬉しいことの方が多かったというか、からこうやって続けられております。もう女子力向上とかね、いいじゃんって、ぶっちゃけもういいじゃんって思うところもあるけどね、ぶっちゃけねぶっちゃけそうなんだけど、でもまあそれのおかげでご飯も作るようになったし、実家も飛び出れたし、なんか甘ったれてた生活からも抜け出したから良かったなっていう、本当にこの1年があっという間だったなっていう感覚でしたです。いろいろねコメントは私ぶっちゃけ全部読んでるので、人間だからね傷つくコメントもあったりするけど、でもまあそれもそれでいっかって受け止めて全部読んでますが、でも見てくれてるだけ本当ありがたいなっていう。1日24時間です。24時間のうちに自分の動画5分、ダマラジオなんて言ったら1時間近くあるのに楽しみにしてくれてたりで、その2回しかまだやってないけどイベントすごいたくさんの方が来てくれたり、今までじゃ感じれなかった感動を感じてるというか、自分が無理することなく続けられたらなとは思ってますね。何の情報を得るかは、どの情報を見るかはそれぞれの自由だからね。その中でじゃあ神田間劇場っていう時間が選ばれたなら、それはすごい嬉しいことでって思いますね、うん、っていうのを、まあ、言いたかったのと、あと本当に感謝を伝えたくて、こんなすっぴんで、浴衣ではなくジンベエでお送りしておりますが、カメラを回しておりますので、本当にいつも皆さんありがとうございます。1年間やってやっと気づきましたね、他の YouTube やってる人の凄さを。自分自身も失敗しながら学びながらやってるコンテンツですが、一番は楽しく続けられたらいいなと思っております。長くなりましたが、今後ともよろしければお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは、今日はゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。バイバイ。